やあ、こんにちは。この声を聞いているあなた、私はこの共作所と書いてゴンザクソにいるジブリって言います。ここではみんなそれぞれが決めた名前で呼ぶ。私はここの団体で一番新しく入ったメンバーなんだ。ねえ、あなたは薄暗いもやの中で悩んでいる？いい俳優になることは？生々しく魅了する演技って？自分はどんな俳優になりたいの？私もそう、悩む日々だよ、今も。ゴンザクソに入って3ヶ月、私の答えはまだ見つからない。ゴンザクソでは風通しのいい雰囲気、人間的で深みのある俳優たちが私の心のモヤモヤを揺さぶってくる。私と仲間たちの違いってなんだろう。経験？そう。言語化？そう。大胆さ？そう。勇気？そう。俳優とは役で行動する自分、ありのままのその人のことを言うのだとここで学んだ。ここでの時間はね、俳優訓練とともに自分の人間性を洗い直してくれるような、そんな場所。エチュードは闇雲に自分よがりな芝居をするんじゃなくて、目的を持って対象に目を向けて行動すること。私の考えを丸ごとひっくり返してくれたものなんだ。足踏みしていたくない、くよくよ悩んでいたくない。そして本当はあなたがどれだけのエネルギー、強い欲望、強い葛藤の中、大きな渦に巻かれながら生きているか、私に全てはわからないけれど、そんな自分を愛してほしい。一緒にひたすら楽しもう。